夫さん、今何時だと思ってます？何時？7時半ですよ。あ。夫さんはベッドが小さいので、斜めで寝ています。芋虫になってますね。夫さんは昨日一日寝たけれども、今日は珍しく7時過ぎまで寝ていますね。そして夫さんは昨日一日中いびきをかいてましたね。疲れたんですか？うん。疲れてるんですね。うん。体が重いですね。なんか私もなんですよ。なんでかわからないけど、私も体がすごく重いんですよ、今日は。なんででしょう。です。それでは計測です。やばいね、昨日いっぱい食べちゃったからな。増えてませんように。まあギリ60ってとこですかね。60。用意するの忘れてました。上に干してあります。まだ干してるの？はい、あのそのまま干してありますよ。どうぞ持ってきてくださいませ。
朝食ができました。今日はポテトサラダ、ヨーグルトに、プリンに、ミルクティーです。ではいただきます。許してください。もらったんです。早く食べないといけません。完食しました。今、ニトリで買った、この新しい敷布団を、払おうと思ったんですよ。いつも私は雨の日は、敷布団を、払うんですよ。これ、覆いかぶせるカバータイプなんで、このマットに、もうこう覆いかぶさってんですよ、このゴムで。取りにくい！これ、ずれないからすごくいいなって思ってたんですけど、今、デメリットを見つけました。取りにくい。外しにくい。ゴムなんで、いちいちも、外すのが大変ですね。今まで使ってたのは、四つ角についてるこのゴム、こういうタイプだったんですけど、これだとさ、ピッピッピッって外して、で、外して、しかもそのまま干せるじゃん。ベランダに干せるじゃん。こっちのカバータイプだともう覆いかぶさってるから、まあ、干せるには干せるけど、取りにくいよね。っていう感じかな。メリット、デメリットはまあそんな感じ。ずれないけど、取りにくい。ずれるけど、ずれるし伸びるし、こっから劣化するとゴム、ボロボロになるけど、干しやすい。っていうことかな。今日も雨なんで、洗濯ができないです。これは、昨日、洗ったやつ。洗濯しても、なんかタイの匂いがすごいする。染みついてる。なんだろうな、これ。飛行機かな。もしかしたら飛行機がこの匂いで、洗濯物とかもう全部に匂いが染み込んだのかもしれない。略して、大衆。大衆。大衆。皆さん、こんにちは。おしょうでーす。プリンでーす。昨日、夫がタイから帰国しまして、お土産を買ってきてくれましたので、それを紹介したいと思います。まず、じゃん。こちらはですね、タイはとっても歯磨き粉が有名なので、歯が白いですよね。タイの人って。いや、わかりませんけど、まあ、歯磨き粉がなんかね、有名だっていうことで、多分これが有名な歯磨き粉なんじゃないでしょうか。ナンバーワンって書いてあるんで、そうなんじゃないんですかね。いやー、嬉しいですね。歯磨き粉、これを頼んだんですよ。歯磨き粉買ってきてって言ったんですよ。言ったらこれが来ましたね。で、なんだろう。ちょっと順番に、これ全然関係ない。ニベアの、ハンドクリームですか？ニベアのハンドクリーム。安定ですね。ニベアのハンドクリーム。で、これは何でしょうか ?99.9 って書いてある。石鹸ですね。なんかスースーする匂いがしますね。石鹸。これなんだこれ。次々と出てきますね。え？これも石鹸、いい匂いがするけど。これ石鹸ですね。え？これも売ってるの？これも売ってるのかな？じゃーん。あ、これも石鹸じゃないですか。あれ、なんか石鹸多いな。オレンジの石鹸ですね、こちらは。じゃーん。これは何でしょうか。あれ？ちょっと待ってください。これも石鹸なんですけど。あー、これはなんかね、あまり匂わない。ここが何が書いてあるんで、生姜の石鹸？じゃーん。これは何でしょうか。開けてみましょう。あれ？これも石鹸だ。なんだこれ？レンコン。ハスだから？レンコンの石鹸ですね。で、これなんだ？じゃーん。なんか、おばあさんが、なんかおばあさんの絵が書いてありますね。なんでしょうか？開けてみましょう。じゃーん。石鹸ですね。あ、なにこれ？タイヤの匂いが、新品のタイヤの匂いがします。うん。ちょっと新品のタイヤの匂いがしますね。はい。なんか、全部石鹸ですね。これは何でしょうか？じゃーん。これも石鹸ですね。あ、なるほど、なるほど。以上になります。いや
夫は分かってます。私が欲しいもの分かってますね。私が大体海外で買ってくるのは、石鹸とかシャンプーとか、多い、お風呂で使ったりするやつが多いんで、分かってますね、やっぱり。お任せしたんですよ、歯磨き粉以外は。したら、石鹸をたくさん買ってきてくれました。いやー、今日から使いたいと思います。夫さん、ありがとうございました。あ、今日雨なんで髪の毛結ぼうと思ったのにゴム忘れました。あ、また広がってボサボサ頭になりますね。だから仕事です。今から夕食&お弁当を作ります。完成。めっちゃうまい。完成しました。のご飯ができました。今日は麻婆豆腐、さっきのきゅうりのコチュジャン和え、そして大根おろしにご飯、ほうれん草の卵、レッドフルーツです。ではいただきます。夫さんも食べてます。